フレイルジャックは日本の競争馬である。主なカチクラは2011年のラジオ日経賞。馬名の由来は世界各地で歌われているフランスの民謡、フレイルジャックから、日本のみならず世界中で愛されるようになることを願って、母なより連想。5月7日、京都競馬場の3歳未勝利でデビュー。未出走ながら単勝4.2倍の一番人気だった。 レースは上がり3回33秒6の末足で差し切り優勝した。2戦目は京都競馬場の500万条件戦に出走。単勝1.5倍の断然1番人気に支持された。レースは前走とは違い、少しかかり、気味で2番手につけるが、後続を仕切り優勝。続いて、ラジオ日経賞に出走。2番人気だったが、最後の直線で鋭い末、 足を見せ優勝。デビューから3連勝での重賞初制覇となった。レース後放牧に出され、神戸新聞杯から菊花賞か天皇賞を目指すことが陣営から発表された。秋は神戸新聞杯から指導、後方でじっくり足をため最後の直線で伸びてくるも、オルフェーブルの3着。菊花賞では1周目のスタンド前でかかり気味に、 戦闘に立つが直線で失速し10着に終わった。なるお記念では、中段の最内からレースを進めたが直線で伸びをかき4着に、敗れた。東京新聞杯から始動したが、道中かかってしまい7着に終わった。その後、クラス外で1600万円したクラスに高級するも、高級初戦となる、西宮ステークスを勝ち、再びオープンクラスに復帰したが、続く。 ポートアイランドステークスは13着に、アサヒチャレンジカップは8着にそれぞれ終わった。初戦となるニューイヤーステークスで2着に入り、続く落葉ステークスと名ステークスは4着に抗争した。7月21日の中京記念で、左第一子関節脱臼を発症し、予後不良と診断され安楽死の措置が取られた。ありがとうございます。